今日はですね、クラブリのバスターミナルに来ました。これです。横は、まあ、お決まりのタラーと市場がありますが、ちょっと後で寄ってみたいと思います。僕はこれから、ここクラブリから、チュンポンの方に、行きまして、でそこから列車に乗ってバンコクに戻ろうと思っています。プーケットからチュンポン行きのバスはこの中に入らずに、もうここに泊まって、ここの バス停に泊まって、ここで乗り降りしていくみたいです。こんな感じで、こういう風にトラックの後ろを荷台にして、これ結構乗れますね。これ20人ぐらい乗れるんじゃないでしょうか。ここですね、もうミャンマーとの、もうついさっき少し、まあ、バイクで5分ぐらい行ったところに船着き場があったんですが、もう目の前何百メートル先がミャンマーでした。そのためにミャンマー人も結構多くて、これ分かりますでしょうか。この看板、下の方、上がタイ語で下がミャンマー語です。あの丸っこいのがそうです。いやー、これ基本タイ語しか書いてないので、タイ語分かんなかったらこれちょっと厳しいんじゃないでしょうか。これクラブリしか読めないですね。これラノン・ドゥン・クラブリーっていうふうに書いてあります。これがソンテオです。このピックアップトラックのここ屋根を取っ払って、上つけて、後ろは木造みたいにしてあります。あ、これすごい。これ横にも乗れるし、真ん中にも乗れるようになってます。チュンポンまでだいたい1時間ちょっと、まあ60何キロなので1時間ちょっとぐらいで到着するそうです。これラノンクラブリーっていうふうに書いてありますね。うわ、これがですね、待ってくださいよ、お決まり犬が寝てるんですが、これがですね、これね、車の出発時間、クラブリーの出発時間って書いてあるみたいです。6時から10、これがタイムスケジュールのようです。あ、なるほど、これですね、出発時間が書いてあるようです。クラブリーからの出発時間が6時から14時まであるようです。でこっちがチュンポンの出発時間が8時から17時まであるようです。で他に、まあ、VIP バスがあったり、あとはピックアップトラックのロットゥがあったりするみたいですが、今日は僕はこのソンテオに乗ってチュンポンまで行って12時、46分の列車に乗ってバンコクに戻りたいと思います。それではですね、このクラプリーのバスターミナルの横にある、市場タラートをちょっと見ていきたいと思います。強烈ですね、これ。これ強烈や。めっちゃ安い。おばちゃん怒ってたんかな。
この T シャツ可愛らしい。トマト。朝ごはん食べてますよ。ここがもう本当大型スーパー代わりなんでしょうか。ドラえもんもいた医療品も売ってますし、食料品も売ってます。あ、これとか食べれそうかな。これもなんか、いやなるほどね。これすごい。コーヒー屋さん、コーヒーちゃんとカップ温めてる。これなんか、なるほどね。出ました、カウマンガイが出たんですけど、ここのカウマンガイ。なるほどね。よし。こっからはちょっと気持ち悪いのを、まあ、もう映ってしまったと思いますけど、こっからはちょっと気持ち悪いのをダメな人は見ないでくださいね。ここから、うわー、強烈なんがいっぱいある。あ、僕も、うわ、豚がいる。豚の顔が、みんなこういうのを食べて生活してるんですから、ほんと豚に感謝しないといけないですね。うわ、豚、これ豚のミーね、ふうやね。これ耳が、あれか、ここ足ばっかり、これ豚足ばっかり。向こうまた皮が、おばちゃんは、わあ、ここはでも魚、これはこの辺で取れた魚なんじゃないでしょうか。ちょっと魚介類見ていきましょうか。めっちゃ見てる。ドラえもんね、ドラえもん。タイの場合ですね、あの人が集まるところ、例えばバスターミナルですとか駅などの近くにこういったタラート市場があります。ここに行けばもう大体ローカルなことがどんな感じか垣間見えることができると思いますので、楽しいところもあります。